今日の午後、報道陣が集まる中行われたのは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。愛知県刈谷市に拠点を置く女子バスケットボールチーム、デンソーアイリスで今シーズン新たに入団する選手2人の記者会見です。今回ですね、デンソーアイリスで、入団をすることに決めました、マーリーエブリンと申します。よろしくお願いします。入団が決まったのは、東京オリンピックの銀メダリストで愛知県出身の馬瓜エブリン選手です。デンソーアイリスはバスケットボール女子日本リーグで常に上位を争う強豪チーム。チームには東京オリンピックの日本代表キャプテンで愛知県豊橋市出身の高田真希選手も所属しています。一人一人のポテンシャルみたいなところはすごくあるチームだなと、もし私がこう加わることによって優勝という、初優勝という、新しい歴史を作ることができたら、本当にこれは W リーグにとってもまた面白いことができるなということで、高田選手をサポートするだけではなくてですね、高田選手を引っ張るぐらいのやっぱり選手がこう出ていかなきゃいけないっていう人、その一人にやっぱりなりたいなっていうふうには思っています。エブリン選手は1年間の休養からの現役復帰となります。昨シーズンは人生の夏休みとして1年間の休養を発表、周囲を驚かせました。なぜ、だって頑張ったから頑張ったら休むもんじゃないですかちょっと休んでる間にいろんな視点をこう広げていったりとか、多分やれることっていっぱいあると思うし、夏休みの間さまざまなことに挑戦。皆さん、おめでとうございます。拍手で選手に迎えましょう。Let's go。 名古屋栄のど真ん中で 3×3 の大会を企画運営したり、皆さんこんにちは、こんにちは。今回一日警察署長に、任命されました馬瓜エブリンです。よろしくお願いします。お願いします。夢だった一日警察署長も経験したりとマルチに活躍。さらに選手時代からスポーツ選手のマネジメント会社を経営するなど、社長の一面も持つエブリン選手。ビジネスを本格的に進めるため、起業家などを育成するプログラムにも参加しました。私と一緒に新たなメダルをビジネスでも取っていきましょう。人生の夏休みを満喫するだけでなく、バスケット選手としての目標も持ち続けていました。アップにコメンテーターとして出演した際には、バスケットボール日本代表としての思いは、目指せるのであれば、そしてステファニーと一緒に出れるのであれば、もしかしたらパリのオリンピックちょっとやりたいなとは思いますね。いや、多忙な日々でも選手復帰を見据えトレーニングを積み重ねてきたエブリン選手。何が一番戻すのが大変なんですか、ブランコだと。神経。そう、今もなんだろう、しゃがんでこの立ち上がるまでのスピードが、普段やってる時より、普段やってるこうパンパンっていけるんですけど、しゃがんでからのこのこれが遅いです。メーテレのカメラは限界まで自分を追い込む姿を捉えていました。再びプレイヤーとしての人生を歩み始めたエブリン選手。今日デンソーアイリスで開かれた会見で思いを語りました。7月ぐらいですかね、発表させていただきました。ただですね、発表した時点ですでにバスケットやりたかったです。まだ復帰したてっていうところもあるので、やっぱりその目の前にこう立ちはだかるその壁みたいなところは、1年休んでそんなに甘くないなというふうにもちろん思っているので、そこをまず一個一個こうクリアしていく先に、もしかしたらオリンピックがあるかもしれないっていうふうに思っています。はい。休養中にビジネスなどでも得たものが大きかったというエブリン選手。
選手として復帰後も新たな生き方を模索していきたいと言います。ここからはですね、こういった新しいその生き方といいますか、そのキャリア形成の仕方みたいなところは、必ず誰かがやっぱりこう見せなきゃいけない、そしてやっていかなきゃいけない、好きだからやってることは止められないなというふうに思うので、そこに関しての自信というのは一つあります。